The One Week to Shine は喜びあふれた伝道の1週間を通して神様の素晴らしさを分かち合いたいという願いから生まれた企画です。グローバルデイオブプレイヤーから始まり、共に賛美と礼拝を捧げ日本社会のために祈りながら毎日を始めました。そして世界中の教会や伝道団体から集まった国際的なチームと一緒に神様の愛と祝福を経験しました。ワンウィークトゥシャインの1週間を通して共に祈り、さまざまな経験を生かし、クリエイティブで新しい方法で伝道することを通して、キリストにある喜びを日本の人々に伝えることができました。この1週間とグローバルアウトリーチデーの期間に、秋葉原、池袋、渋谷、新宿、東京、横浜を含むあらゆる街角でフラッシュモブ、ダンス、ストリートアウトリーチなどを通し福音の喜びを伝えることができました。そしてたくさんの日本人が神様の愛を経験することができました。グローバルアウトリーチデーの終わりにジョイフェスティバルがありました。このフリーコンサートではミュージシャンたちがノンクリスチャンも招きつつ神様の愛を歌い祝いました。近代海外宣教の父と呼ばれるウィリアム・ケアリーはこう言います。偉大なものを神に期待せよ、偉大なことを神のためにせよ。私たちは神様がこの国で偉大なものを計画していることを信じています。だからこそ共に日本が神様の偉大な喜びであふれる日を期待し、偉大な行動に出ましょう。